はいどうもチェリーです。今回はこちらディスプレイボード2個セット、ディスプレイボードなんやってなりますよね。まあ知ってる方もいるかもしれないですけど、このモニター、まあ、ディスプレイですね、これの上に設置して物が置けると。机の上ごちゃごちゃしてたりするじゃないですか。その物を上に乗せれる、だからデスクをきれいにできる、それめっちゃええやんと思って、この間ねアマゾンパーッと見とったらタイムセール見てたんですよ。そしたらそれがあって、おちょっと買ってみようと思って、どんなもんやと思って今回ちょっとね紹介していこうかと思います。早速開けていきます。あっなんか入っとったな。おーなるほど、あはいはいはい、2個入ってるわ。とりあえず1個どんなもんか見てみましょうか。あーこれも開けなんかパターンか。あれ何これ、こんな感じ、どうつけんねやろ、説明書ない、なんかここにペコペコペコってなってるやつと、後ろすごいなんか何これ、吸盤みたいなついてるな、なんか粘着シートみたいなやつついてますね。これでなんか固定すんのかな、どういうことやろ。あのモニターの上にこの接着面をペタってつける感じなんかな。でこれ角度もしっかりガタガタ、音うるさいけど変わります角度は。あ、これ角度止めるための、あ、なんじゃこれ、これがわからんな。とりあえず取り付けていきましょうか。これを言うたらモニターのここの上につけるわけですよね。つけていこうか、いけるかな、ちょっと片手やから怖いんやけど、映ってるな映ってるな、いくぞ、いけてる、これちょっと待って怖い、正直完全に映ってない可能性があるけど、真ん中でいいんかな、いこうか、乗せたよ、ちょっと失敗してる可能性がある、いけてる、あ、オッケーオッケーオッケー、待ってこれかなりむずいぞ、片手は見てる人申し訳ないです、ほんまにいけてるな、あ、こんな感じ、はいはいはい、思ったより幅狭いな、あ、なるほどね、こう後ろで角度を決める感じか、これちょっと斜めってるな、ん、あ、オッケーオッケーオッケー、なるほどなるほど、あーちょっとうるさいな一人で、あ、これで平行なったかな、おーおーいいんじゃない、前から見た感じちょっと出っ張ってる、どうやろ、うーん軽く出っ張ってるけどそんなに気にはならへん、ほんまちょっとだけ1センチ出てるかな、1センチ出てるかどうかのレベル、まあまあまあ悪くないかな、こんな感じで、であとね机の上皆さんこういう風に、まあ、これはちょっと今回無理やり出しましたけど、こうやって机の上にバーンと乗ってる人多いでしょ絶対に。これを言うたらコツンとこういう感じ、ほれほれ、あ、ちょっと乗り切らんな、まあ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 、乗らんなちょっとしか乗らんやんけ。でもこれでも全然助かるくない、だってさリモコンとかやっぱりあるわけやんか、リモコンとか乗せれるのってだいぶでかいと思いますよ。机の上でそんな邪魔ならんわって思っとってもそのリモコン1個どけるだけでどんだけ幅使える、コップ2個ぐらい乗る、このこういう縦のコップやったらね、見て、花ちゃん花ちゃん花ちゃん、はいおでね、まあこんな感じですよ、どう、結構片付くと思うよ、もう1個ついてるから全部で2個あるんですよ。ちょっと待って、これねまだもう1個あるわけだ、これをこっちにつけてしまえばドスーンいけるわけ、2個やからこんなん乗りますよね、これと、まあ、これは乗せへんけどこれコントローラーぐらいだったらポコン乗っちゃう、これめちゃめちゃいいぞ、でこれなんやったらミニフィギュアも乗せれる、ちっちゃいフィギュア、ちょっと乗してみようか1回、はい、言うたらこんな感じ、まあ今アクリルスタンドだけしか載せてないですけど、まああのこんなねちっちゃい一番くじとか、まあいろいろなんかで当たるようなちっちゃいフィギュアとかでも乗るし、幅がちょっとこんぐらい、結構狭い、何センチやろうな、約 8.5 ぐらい、 8.5 センチぐらい、 8.5 センチやから普通のフィギュアの台座はきついかな、ほんまにちっちゃい台座のフィギュアとか横長の台座とかやったら乗ると思うけど、こんな横長の台座あるんかな、
あんまり見たことないですけど、うん、まあだから逆に机の上が俺は片付いてるからもうこんなんいらんわという人もおるけど、逆にこう彩らせる、うん、寂しいからこそフィギュアを置けてしまう、置けてしまうとか置いてしまう、逆にねごちゃつかせる、そういうやり方もありますよ。これこれかなり使えるんちゃう、うん、思った以上に悪くない。幅がもうちょっとなあったらいい感じやったんちゃうかなと思うんですけど、うんうん、まずまずじゃない、うん、よくない、ガツーンと。おー、またなんかごちゃごちゃ増えてきたぞ。うん、こんな感じですね。はい、いかがでしたでしょうか。まあ今回の商品ね、うん、ちょっと映ってるかな、ギリギリ映ってる、ギリ映ってるな。まあ使えるか使われへんかって言われたら、まあ微妙かな。僕自身は結構いいかなと思ったんですけど、まあ、皆さんからしたらちょっと微妙なんかな、うん、ちょっと分かんないですけど、まあ、さっきも言いましたけど散らかってる人からしても助かるし、逆に散らかってなくて寂しいと、デスク周りモニターの周りが寂しいっていう人からしたら、こうやって上にフィギュアとか乗せれたりするからめちゃめちゃいいんじゃないかなって思います。ということでね、今回はディスプレイボードっていう商品のご紹介でした。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。